出来立て厨房とは、ローソン北海道及び東北地区に設置されている、うどん、蕎麦の販売及び提供を行う店舗である。2000年代中盤から、サヌキうどん、ローソン、うどん、ローソンを北海道及び関西の郊外店で展開しており、これが前身となっているが、当時の調度品に比べて本格的な作りになっているところも多く見られる。 既存の店舗に併設されており、厨房とイートインスペースと呼ばれるテーブル等を備え付けた喫食スペースが設けられている。客は入り口もしくは喫食スペース近くにある商品名カードを抜き取ってレジに提示し料金を支払い、商品を購入する。そのまま喫食スペースで食事を行うか、もしくは持ち帰り用容器を利用し持ち帰ることが可能である。 店舗内の調理スペースで店員によって調理されており、あらかじめ冷凍されているうどんやそばはレンジ、お湯による解凍及び加熱、カレーや丼物はパッケージされたものをお湯で加熱して提供する。揚げ物は店舗備え付けのフライヤーで調理し盛り付けられる。厨房にはだしロボと呼ばれる装置が備え付けられており、ボタンを押すだけでうどんの出汁、そばの出汁が丼に注がれるようになっている。 ホームページはない。また、うどんと手作りおにぎりの販売店舗であっても、出来立て厨房の名所を使わない店舗もある。その他麺類のメニューや丼物は、季節や店舗により違いがあり、基本メニューは、うどんとそばとカレーの3種類。カレーのように、丼物の具をトッピングしたメニューも存在する。ありがとうございます。